男飯という男飯、はい、OK です、こんなもんで以上。あ、なんか喉の方が辛くなってきた。そうそう、これすごいやつ作ったかもしれないし、やばい。いや、でも、はい、カズイです。世界の皆様、こんにちは。はい、ミヤンです。世界の皆さん、ナイストゥミーチュー。ナイストゥミーチュー。カズイさん、はい、あの家で家庭菜園してるって聞いたんですけど。はい、お手のもんですよ。どういうものされてます？シシトウと唐辛子とカボス。じゃあ、そのなんか今日は使った料理をなんかやってくれるみたいで。そうです、持ち込み企画で。ダダン、赤唐辛子味噌。唐辛子味噌、はい、これはいいですよ。美味しいです。あの、調味料になるんですかね、何かにつけて。調味料もよし、ご飯にのせてもよし、肉にのせてもよし、はい、使い勝手めっちゃいいし、1ヶ月以上持つから、毎年と言っていいぐらい俺は作ってますね。材料のまずは紹介したいと思います。はい、まずは愛媛県ではすごい有名な宜野味噌。あ、宜野味噌。宜野味噌さん、はい、はいはいはい。これも味噌汁にしてもすごく美味しかったですし、うん、今回はちょっとこれがいいんじゃないかと思って。うちもお味噌といえば宜野味噌です。あ、そうです。じゃあ、はい、みんなに一番親しまれる味噌なんで。そうですね、これで唐辛子味噌を作ろうと思います。合わせ味噌ですかね、今回は。そうですね、合わせ味噌。うん、いよみちゃんも出ます。いよみちゃん、はい。今日朝採れのこの見事な唐辛子、見てください。このトップの部分をちょっと出してもらっていいですか。はい、どんな感じですか。はい、もう葉っぱごと取ってきたんです。ちょっとめんどくさかったんで取ってきました。すごい、これは辛いじゃないですか、めちゃくちゃ。相当辛いと思います。この見事なこの栽培したんですが、綺麗にこんなに育ってるんですね。はい、この、あ、でも緑もある。そうそう、これをあえてちょっと混ぜようかなと思って持ってきました。はいはいはい。多分今日これ全部使ったら絶対激辛になるんで、はい、これの3分の1ぐらいしか使わないと思います。はいはい。唐辛子味噌活字クッキングなんで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、あとはどういうものが入るんでしたっけ、調味料は。砂糖、お砂糖、みりん、はい、にんにく、にんにく、生姜、おだし、青とお酒だ、あとごま油で炒めるみたいな感じなんですけど、はい、ざっくりです。もうざっくりで、はい、感覚ですね。感覚です。男飯という。男飯で。はい、じゃあどういうとこから始まるんでしょう。何はともあれ、まず、はい、唐辛子を刻みます。細かく。はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。赤瀬さん、はい、お願いします。まずはお手本見せてもらわないと。なんか聞こえましたよ。ちっちゃい声で聞こえましたよ。使えそうなやつをちょっとピックして、ピックアップしますね。はい、この時に絶対注意しないといけないこと1個あります。はい、目が痒くなっても絶対目をかかないでください。もう地獄モードになってるんで今。唐辛子を触った手で目を絶対触らない。触らないと。これもう絶対のルールです。うん、ちなみにやってしまったことはあるんですか。別の部位であります。別の部位、はい、目以外でどこ触ったんですか。想像に任せます。おった、ちょっと辛いが怖いんで青の方も入れますね。はい、青は火を通さない方が辛いらしいです。青は赤は火を通したら辛くなる。だからこのバランスが非常に怖いですね。うん、はい、結構あの茎のところというか、あ、これあと一緒にしますんで、あ、あの知るもの言わないでください。まだ言う手前だったんですか。まだ言うつもりやったと。これからやったんですか。量的にはもうだいぶちっちゃいです。じゃあまずはヘタを取ってください。もうヘタのこのここのめんどくさいから、ここのここからも取っちゃっていいです。はい、2個いっぺんに。はいはい、できました。パッとヘタの方を取った感じですか。はい、はい、ここからはどんな感じで。もうみじん切りです。あ、細かく、はい、もう目触っちゃダメですね、ここから。そうですね。うわ、すごい、もうこの時点でちょっと汗かいてきそうです。このガスというか結構な量入りますね。そうですね。あ、もうなんかこの表面が辛くなってきたもん。あー、わかる、辛さ来る。来るやろ。はい、 OK です、こんなもん以上。あ、なんか喉の方が辛くなってきたですね。そうそう、250でいってください。これはもう間違いです。50、ちょうどですね。まず、お酒を大さじ2、濃い口醤油大さじ1、大さじ1、
で、砂糖、はい、うん、はい、大さじ1で、はい、ただめんどくさいんでね、うん、もうこれはお好みで適当っす。はい、もう2-3センチ、もっといってるような気は4センチぐらいで、うん、はい、このもんでいいです。はい、で、お出汁は後で、後で、あと最後出来上がる瞬間前に入れますんで、うん、はい、で、この段階でよく混ぜるという。そうですね、まあ、この時点でちょっと匂ってください。ああ、いい香りですね。これ肉、これだけでも、まあ、肉とかに合うんですけど、これが加わることによってスパイシーというか、うん、レッドホットチリペッパーズになりますいい発音です。はい、うまっす。ごま油ちょっとそれは多めで入れます、はい、もうこの時点でちょっと弱い人は気をつけてください。辛さに弱い人は、弱い人はもうこう、ちょっと今このフォーム、このフォーム見てください。もう直接吸わないように。ああ、なるほど、ね、マトリックスだ。あ、絶対それ必要だ緑の色が、あのピーマンを想像してください。炒めたらだんだんこう色が薄くなってくるじゃないですか、はい、あ、緑色が、そんな感じで。もうあとちょっと味噌入れるの入れちゃいますね。いいですか。はい、どれぐらいですかね、時間的なの、うん、今はもう全然水気も多いじゃないですか、はいはい、これが後半になるにつれて、あの水気がなくなってくるんで、それがもう目安です。はい、ちょっとだけ水気が少なくなったら分かります。ほんの少しだけ、うん、だいぶ水分抜けて、いや、もう方法完璧ですね。これで最後の作業です。はい、で、こっから仕上げですか。お出汁を入れるんですけど、はい、もう火止めちゃってください。はい、十分です。で、出汁を、いつもの出汁パックですね。出汁パックを入れますが、はい、もうあとは余熱でこう混ぜる感じです、うん、もうお出汁入って、お出汁の香りもやっぱりグッと、うん、最高です。この味噌とお出汁と、はい、はい、これはね、もう冷めても美味しいんで、はい、あの辛いものが好きな人はおにぎりの具とかでも、あ、美味しそう。それこの動画はご覧のスポンサーでお送りいたしております。はい、いただきます。唐辛子味噌、唐辛子味噌、はい、いただきます。はい、うん、辛いですね、普通にあのいつもよりは辛いですか。辛い、はい、味噌とかの方はこう出汁も入っててすごく調和が取れてます、はい、で、濃厚、濃厚やね、男飯やね、本当に、うん、うん、じゃあちょっと濃いからご飯とすごい合うかなって感じですかね。そうですね、あ、後から来る、辛い冷蔵庫で冷やす。あ、辛いこれすごいやつ作ったかもしれないし、やばい。いや、でも好きな人は好きやるな、相当抑えたつもりだったんですけどね、はい、いや、美味しいですよ、うん、美味しいですよ。あの今日も言った通り、肉と中にこうちょっと乗せるもよし、サラダとかでも全然いいと思うんですよ、はいはい、例えば大根とかシャキシャキしたやつとか、うん、あ、キュウリなんか最高ですよね。いや、かなり成功です。成功ただ唐辛子の威力をちょっと舐めてました今まででも赤使ってなかったですもんね。赤、それを見越してなかった。いや、見越したつもりやったんですけど、こういう、でも赤って強いですね全然青とはやっぱ違いますよね。いや、辛い、でもうまい。ごちそうさまでした。毛穴からも粒のような汗が出てくるのが分かります。辛いし、うまい。こんな辛さの中にもやっぱうまみがあるから、こんなにご飯も食べれて美味しいんでしょうね。これはおすすめです。ただ皆さん一つだけ、唐辛子の量を舐めないでください4分の1でもよかったかもしれないですちょっと多すぎました。すみません、ちょっとこれはもう辛さ大好きな人はもうこれください。これでも本当美味しいです。うまかな、うまみディライス。